都公園二王病内の二郎造建成二郎魔君は、道教の治水の神、武神。別名を二郎神、勘口二郎、勘、孔二郎、元孔神、赤木王、西玄妙、道神君。中国の古典文学である、三遊記や、方針演技にも登場し、民衆には馴染み深い神である。ルーツは、生徒平原の都公園立水工寺に着手し、成功させた。 旗の職軍軍主、李氷の息子、李事郎、公領を退治した随代の同志にして、歌集大衆の長育とする二説が有力である。他にルーツもしくは影響を受けたとされるものとして、公領退治の逸話が残る東進の常用大使等か、五色の後主、もう明や子供の守り神朝鮮、美写門天の自主である、独剣、また、県境の神など様々な説があり、 こういった人物や神が混ざり合って形成されたものと考えられている。現在では、西遊記、方針演技などにも描かれる、洋次郎とする説が広く知れ渡っている。四川省の寒口に神として祀られているので、寒口次郎という名がついたと言われる。唐の幻想からは、赤義王、北宋時代の新州からは、西元明道、魔君の名を送られている。また元朝からは、 花豚列昭エ霊、昭秋日王新朝からは受けたまわり、俗広江県英王という信号を賜っている。テレビや映画、絵画などでは通常、額に縦長の第三の目を持ち、鎧をつけた武人の姿で描かれる。変化の術を得意とし、武器は、先が三つに分かれた立ちである三千両馬が棚と弓、そして光天剣という名の神剣と鷹を連れている。 魔物を退治する場面に登場する神としては、ポピュラーである。最有期では、玉皇大帝の外星とされる。玉帝の妹が、人界に下り、幼子という人間に嫁いで生まれた子であり、天界で暴れる孫悟空を捕らえている。未青年で、神犬を、いつも連れており、正気が門番を務める間、江口の病に住んでいる。暴れ回る悟空に手を焼いた、玉帝の妖精を受け、 二郎真君は、義兄邸である、ヤス長、チ李、ウ、猿、ウ、家県の梅山六兄弟や高屋犬などを連れて、高山に攻め込んだ。三千両馬刀を持って、悟空に一気打ちを挑み、三百号あまり打ち合っても、勝負がつかなかった。そのうちに悟空の手下の猿たちが、真君の部下に追い払われてしまったので、形勢不利と見た悟空はズメに姿を変え逃げ出した。すると、 マ君は鷹に姿を変え食いつこうとした。悟空は第二化け逃げると、マ君は大海鶴となって追う。悟空は水の中に逃げ込み魚に化けたが、マ君は魚鷹となって追い詰めてくる。魚は水蛇となり陸に上がれば、マ君は単調鶴になり追う。悟空が水蛇から花ときになると、マ君はたまらず元の姿で矢を射おうとする。あげくに悟空は、 土地神の祠に変身した。口は門、葉は扉、舌は菩薩の像、目は窓として、尻尾は困った挙句に、祠の後ろに立つ旗に変えた。これを見た馬くんは、旗竿の立った祠などあるものか。門も窓もめちゃくちゃに叩き壊してくれると、あざけ笑ったので、目や口を壊されてはたまらないと思った悟空は再び逃げ出した。馬くんは、 悟空が自分に姿を変え関江口に逃げ込んだ話を李天皇から聞いて、すかさず関江口に取って返した。悟空が関江口で魔君の家来に貸し付かれていると、もう一人のご主人様が帰って参りました、との声がする。再び、高山に逃げ出した悟空を魔君は手勢と共に徐々に追い詰めていった。戦いの様子を天界から見ていた関世音菩薩の助言で、 大乗夫老君が、今後を焚くという腕輪を悟空に向かって投げつけた。見事に彼の脳天を直撃し、倒れたところに、魔空の犬が噛みついた。そして魔空と六兄弟が悟空を縛り上げ、鎖骨を刀で貫き変化の術が使えないようにして、展開に連行させた。秋代の神解消説、方針演技においては、陽という名の同士として登場する。なお、 作中での名前は一貫して、洋であるが、中国では、二郎神洋とも呼び、二郎魔君の姿で描かれる。洋は、玉仙三金霞堂、玉帝新人の門下で、制限明堂魔君の号を持つ。七十二変化の術をはじめとする、様々な術に長け、武器は怪物を追っていて見つけた三戦刀と、隠し持っている、たかる点検である。 主人公の教師がを助けるために下山し、大魔化四小戦で、再起陣営に加わる。現代の二郎神よ医者様教では、名田大使と共に酒を組み交わし弓の腕前を競っていたところ、妖魔を封じ込める鏡の一つである鎖魔教を誤って撃ってしまい、逃げ出した九主牛、マラオと金星百眼器を捕らえに行く。秋夜の 神口次郎残剣水地では水地を退治する様子が描かれ、次郎審査、聖典体制では、天界から先端や戦士を盗んだ聖典体制を討伐しに向かう。これら元秋世の雑劇での次郎神は、長育であることが多く、梅山七瀬などを従えている。また、最有機雑劇では、観音菩薩から三蔵法師の旅を保護する銃。 大保管の4番目に認ぜられるほか、孫悟空に頼まれ犬と共に、著白海を捉える場面がある。新代の司会小説、両祭 C 収録の、関方平では、死後の世界で不当な扱いを受けた男、関方平の訴えを聞き、上帝の王子である旧王殿下の命令を受けて、一連の事件に対して正当な判決を下す役として、登場する。この物語では、 天庭の老いにあたる行進と記述されている。伝説、法蓮島では、火山の先祖である妹の三聖母が人間界へ降りて、初生劉彦将と結婚し子供を見守るが、そのことを知り生き取った二郎神が三聖母を火山の下に閉じ込める。三聖母は、生まれた息子、人口を次女に託し、父親のもとに送り届けさせる。成長し、 母が火山に閉じ込められていることを知った人口は、壁歴大戦のもとで修行した後火山に向かい、次郎神との戦いの末、斧で火山を切り積んざき母親を救い出す。また、次郎神自身にも類似した、壁山急母伝説が残っている。玉帝の妹が、諸星の四天優と結婚し、次郎神と三聖母を産むが、それを耳にした玉帝が罰として、桃山に閉じ込める。 後に成長した二郎神が斧で山を切りつんざき、母を救い出す。小説漫画。ありがとうございます。